現地メディアが遠藤のある現象化に注目している。それは遠藤のロドリカ現象。リバプールがペップ・グアルディオラの暗黒戦術を模範したと報道されている。遠藤とロドリにはある共通点がある。きっかけは先日の試合で遠藤が4ファールだったにもかかわらずカードが0枚だったことが発端。昨シーズンロドリは主審に合計47回のファウルで主審に笛を吹かせたが、警告はたったの5回。これは 9.4 回のファウルごとに1枚のイエローカードの割合。記事ではリバプールで遠藤が同じ習慣を身につけつつある兆候にあると紹介。遠藤はトゥールーズ戦で45分間で3回のファウルを犯し、おそらく退場処分に値したが免れている。全公式戦において17回のファウルを犯しているが、警告を受けたのは2回のみ。ロドリの割合 8.5 と同じ割合になっている。クリーンにボールを奪うのが理想だが、ペップも認識しているように、現実的にファウルは相手の攻撃を潰す手段であり、守備側にとっては重要な資産だと記事では擁護している。まだ出番は少ないが、遠藤に一筋の光が見えたのかもしれない。